シングルヒット。ブルーウェーブ。さあここでバッターはオーティズ。ワンアウトランナー一塁。投げました。打ち上げてしまいました。レフトへ。アウト。二塁へ。ツーアウト。迎えるバッターは進藤。ツーアウトランナー一塁。一球目。痛烈センター返し。ランナー三塁を狙う。ランナーホームを狙う。バックホーム。クロスプレーだ。セーフ。タイムリーツーベース。ブルーウェーブ。さあここでバッターは日高。同点のランナーを返せるか。会心の一打。レフトバック。左中間。ランナー三塁を回った。三塁へホームイン。左中間を深々と破るタイムリーヒット。試合は振り出しに戻りました。バッターボックスに谷を迎えます。谷、本日4度目の対決です。ブルーウェーブ、チャンスが続きます。速球ストライク。打った。ライト線スタンドに入りました。投げた。打ち上げてしまいました。ライトへ。取りました。スリーアウト。ブルーウェーブ、この回2点を挙げて同点としております。川越、相当疲れているのか肩で息をしています。この回の攻撃は6番城島から。内角。打った。センター返し。セカンドへ。シングルヒット。次のバッターは柴原。投げました。打ち上げた。レフトへ。アウト。二塁へ。ワンアウト。ホークス。さあここでバッターは国母。先ほどの打席では見事なツーランホームランを放っております。ワンアウトランナー一塁。投げました。詰まった。二塁へ。セカンドフォースアウト。これでツーアウト。今日はまだ快音が聞かれない鳥越。投げました。いい当たり。レフトへ。レフトオーバー。ランナー三塁を狙う。ランナーホームを狙う。バックホーム。アウト。シングルヒット。4対4。試合は中盤6回を終えまして終盤に入ります。犬飼小次郎、多少制球の乱れが感じられます。ブルーウェーブ、大打順です。
この回2番外間和人から2番セカンド外間和人背番号04。大きく振りかぶって投げました。打った、センター前、センター柴原追いついた。これでワンアウト。バッターボックスはブラウン。背番号23。投げました。ストライクゾーンをかすめている。打った、レフト前、二塁へ、シングルヒット、ブルーウェーブ。さあここでバッターはシェルドン。背番号12。投げた、インコースいっぱい。2球目、まっすぐできました。カウントはツーナッシング。一塁牽制、セーフ。ツーストライク、ノーボール。投げました、痛烈、三遊間、三塁へ、シングルヒット。次のバッターは不吉レイサブロー。このチャンス吉と出るか不吉と出るか。このチャンスを封じればこちらに流れが来る。一球目、ボール、ボールワン、ノンストライク、ワンボール。投げました、ストレート、ストライク。投げました、打った、ゲッツーコース、三、六、四、ダブルプレイ。これでスリーアウト、チェンジです。ブルーウェーブ、追加点のチャンスを生かせませんでした。ホークス、ラッキーセブンの攻撃に入ります。ホークスファンの皆様、なお一層ご声援くださいませ。川越、相当疲れているのか肩で息をしています。ホークス、この回は4番影浦康武まで回せるでしょうか。投げた、バットが回った、手が出た。振りかぶって投げた、スライダー。投手有利なカウント。3球目、ストライク、3球三振。岩木雅美、全く手が出ない。迎えるバッターは井口。ワンアウト、ランナーなし。投げた、ボール、ボールワン。バットが回った、タイミングが合いません。投げた、内側に外れた。カウントはワンエンドツーのヒッティングカウント。低めに外れた、ワンストライク、スリーボール。投げました、フォアボール。歩かせてしまいました。
ホークス。さあここでバッターはバルです。ワンアウトランナー一塁。投げました、インコース。打ち返した、ライトバック、ライトオーバー。ランナー二塁を回った、ランナー三塁を蹴った、バックホーム。これは際どい、アウト。見事なツーベースヒット。バッターボックスは影浦康武。今日は3打数2安打と当たっています。ツーアウト、ランナー二塁、追加点のチャンス。投げた、まっすぐできました、打つ気満々です。影浦はハーフスイングではなく振り切って空振りすることが多いんですが、それは狙い球を絞っていると思います。高いフライスタンドに入りました。カウントはツーナッシング。直した、セカンドゴロ、アウト、スリーアウト。ホークス追加点のチャンスを生かせませんでした。犬飼小次郎、もはや記録だけで投げているといった感があります。ブルーウェーブはこの回6番副島から。ここで王監督出てきました。ここでマウンドに上がるのは吉田修司。この回の攻撃は6番副島から。今日は3打数2安打と当たっています。投げた、ボール、ボールワン。第2球打った左中間、ランナー2塁を狙う、ランナー2塁でストップ、副島猛打賞達成です。バッターボックスはオーティズ。ここでレオン監督動きました。佐竹学がピンチヒッターとして登場します。追加点のチャンス。投げました、内角、第2球、コントロールがいい。投げました、ボール。次の球への布石か。打ち上げた、ライトへ、アウト。ワンアウト。次のバッターは進藤。追加点のチャンス。投げた、打った、ライト線、惜しくも切れました。投げた、ボール。投げた、カットファストボール、ストライク。第4球打った、センター前、ランナー3塁を蹴った、セカンドへ、副島ホームイン、タイムリーヒット、ブルーウェーブ勝ち越し。
ブルーウェーブ。さあここでバッターは日高。ワンアウトランナー一塁。投げた、打ち上げてしまいました。レフトへ、アウト。セカンドへ、これでツーアウト。バッターボックスは谷。今日は4打数無安打と全く当たっておりません。一塁へ、セーフ。投げた、打ち上げてしまいました。アウト。これで3アウト。チェンジです。ブルーウェーブ、この回貴重な1点を挙げました。川越、すでに体力の限界か。さすがにそろそろ交代でしょう。この回の攻撃は5番松中から。今日はまだヒットがありません。ここでレオン監督出てきました。背番号3。ここでマウンドに上がるのは山本拓司。ホークスはこの回5番松中から。バッターは5番ファースト松中、背番号3。第1球ノーヒット、ショートゴロ、アウト。ワンアウト。バッターボックスは城島。キャッチャー城島、背番号。アウトカウントはワンアウト。